こんにちは、フィーフィーです。中国でこれまで一番お金持ちだと言われていた村が破綻しました。ここ、中国の東部、江蘇省にある村で、ここは改革開放の成功モデルと言われていたんですが、7月25日に財政破綻しました。 この村の経済を支える村が経営する企業が巨額の負債を抱えて行き詰まってなんとこの会社が投資会社に1元つまりわずか20円で売却されたんですこの村はかつて貧しい農村だったんですが食品や金属加工などもう村ぐるみで 企業経営に乗り出して工業化に成功しました。そして共産党の改革開放政策のもとで事業を拡大していったんです。この村が経営する企業は1990年代には数十社からなる 巨大企業に成長しました。この企業が生み出す膨大な富で村の財政が潤いました。農村には豪華な一戸建ての住宅とマイカーが支給されるなど村の生活水準は飛躍的に向上したんです。かつて 農地が広がっていた村には超高層ホテルが建設されて中国の人々から注目されていったんですもうこうした村が中国にはその後どんどん出てくるんですえこの村の成功モデルと同じ形で地方の企業が大きくなっていったんですねただそれから 調子に乗りすぎてしまって過剰投資で負債が4000億元、日本円で約8兆円にも膨らんでしまいました。村の財政を支えていた企業は債務危機に陥ったんです。まあ、中国にはこうして財政破綻した村や、まあ、その他財政危機に陥っている村が他にも多くあります。 地方政府の抱えている債務の総額は1300兆円にもなりますまた地方の財政を支えてきた大企業の経営破綻も次々と起きているんです今回の中国で一番お金持ちの村の破綻はその中の一つのケースですで大企業の経営破綻についてですが最近大きく報道されたのが中国の 大手不動産開発会社である恒大集,集団が2021年12月期と2022年12月期の連結決算を発表したんですが最終損失の合計が約11兆2000億円だったことが分かりました2022年末の時点の負債総額も47兆円にもなっていたんです 47兆円ってこれ中国の GDP の2%ですからすごい額ですこのように中国では債務超過に陥った大手不動産開発会社が他にもたくさんあるんです債務超過は企業が持っている値打ちのあるものを全て売却しても借金を返せない状態です 債務超過に陥ったからといって、まあ、すぐに倒産するわけではないんですが、それは大きく、今も成長し続けている企業です。成長し続けていれば、今年の決算は債務超過だと発表しても、まあ大丈夫だろうという感覚で受け止められます。しかし、恒大集団は2年分の純損失が11兆円も出ていて、債務超過ということですから、まあ、これ事実上の軽破綻ですね。 小さい企業が潰れても中国経済全体への影響はそれほどないんですが、これだけ大きな借金を抱えている大企業が膨大な債務超過を抱えているわけですから、中国は今後不安定になると見られています。これまで中国経済は大丈夫だと言っていたエコノミストたちも最近はみんな口を揃えて中国の今後に期待できないと言っています。 これ世界の投資家たちには思惑があったからこれまで中国についてネガティブな話を控えていただけなんです。でも大物投資家たちはもうだいぶ前から中国経済に見切りをつけて中国の株を売りまくっていました。まあ、最近になって中国経済について素直に悪いという経済予測が出されるようになったのはもう中国が落ちていくことを想定して ようやく準備が完了したからでしょう。で、驚いたのは中国政府までもが中国経済の現状について悪いと認めていることです。例えばこの不動産分野についてですが、中国政府は低迷する不動産分野の活性化に向けた取り組みを強化するよう、金融当局や銀行への圧力を強めています。例えば、 過去の住宅ローンを完済した住宅購入者を初回購入者と同じにみなすようえ銀行に要請していますえ。これまでは今不動産を所有していなくても住宅ローンの履歴がある購入者にはより厳しい 頭金要件が適用されていましたまずこれがちょっとおかしいんですけどねただ中国政府は今とにかくもっと不動産を買ってほしいと必死になっているんですでも中国はもう不動産バブルが弾けていますから、まあ、こんな時に積極的に不動産を買いたいと思う人がいるでしょうか、まあ、要するにこれは解決策にはならないんです 中国共産党は7月24日、経済に関する重要会議を開いたんですが、ここでも中国共産党は中国経済について、現状は良くない状態にあると認めました。特に中国は今消費が落ち込んでいるんですが、会議の中でも国内の需要が不足していると危機感を示していました。その上で、経済支援策を拡大するとはしていましたが、 中国経済の悪化は他の国とは規模が違いますから、もう簡単に立て直すことはできません。というか中国政府自ら消費が落ち込んでいるとか、ネガティブな発言をするのは珍しいんです。もうこれ相当今の状況が悪いからでしょう。中国国営テレビによると、習近平国家主席が主催する中央政治局会議が 7月24日に開かれたんですが会議では現在の中国経済について中国共産党が国内の需要の不足や一部の企業の経営難があると指摘してしかも新たな困難や課題に直面しているとここまでの危機感をあらわにしていたというんですこれは中国政府が中国経済の現状と先行きを決して楽観視していないことを示しています 実際、会議の中では、こんな驚くような発言がありました。今の中国の経済は、新たな困難と課題に直面している、主に需要が不足していて、一部企業の経営は困難に陥っている。 そのリスクは少なくなくて外部環境も複雑で深刻である新型コロナの感染拡大予防策は一段落したものの経済は不安定で苦しい中で回復を目指すしかないと もうこのような言葉が飛び出したんです。まあ、結構中国にしては素直に言ってますよね。これはアフターコロナの中で中国経済の回復が一筋縄ではいかないという認識を習近平主席本人が抱いているということなんです。また会議の中では資本市場を活性化させて投資家の自信を奮い立たせるべきだとこのような意見もありました。 中国経済が世界の投資家たちから見放されている現状を中国自身が意識しているということなんです、まあ、こうした中国共産党の発言を受けて世界のエコノミストの間では中国の今後にもう中国は終わったという失望感が逆に広がりましたもう中国経済の悪化が核心に変わったんです ブルームバーグが行った最新の調査ではエコノミストの多くが中国の景気の悪化は来年も続くとこのような見方をしていることが分かりました今年と来年の中国の経済成長率の見通しも下方修正されています 2023年の成長率の予想ですが5.5%としていたのを5.2%に引き下げていますまた2024年の中国の成長率についても4.8%と引き下げましたまだ今後経済成長していかなきゃいけない中国としてはとても低い数字ですこれ4月から6月の中国の GDP が予想よりもかなり下回ったからなんです 個人消費や貿易、不動産市場など、どの中国の経済指標も悪かったからなんです。ブルームバーグの調査では、73人のエコノミストが中国の経済や地政学的な関係についての質問に回答しているんですが、中国の消費者物価指数が5月と6月に0%になったことを受けて、回答者のほとんどが中国は デフレに突入したと答えています消費が減る一方でデフレに進んでいくことは経済の崩壊を意味していますだから中国経済は終わったと世界は見ているのでしょうさてここまでお話ししてきましたが皆さんはどう感じになりましたかコメント欄にどんどんご意見をお寄せください そして、Fifi フィフィチャンネルの登録もお願いします。